それではですね、ジャイロ調整後、ピッチを測定しましたのでフライトに行きたいと思います。まず送信機の電源入れて、受信機の電源入れる。念のためにこれですね。危なかったですね。さっき一応ホールドスイッチを入れてモーターが回らない、ジャイロこれノーマルに全部変えてあったので AVCS に変えていけますね。そしたら一応動作確認します。よし、 OK ですね。はい、回転数も ガバナーがオフになってますね。ガバナーがここでオフ。エレベーターは普通にちょっとだいたい初期設定私がしたのでまあまあ飛んじゃってますね。これでラダーはジャイロ、ラダージャイロ、あとはこれ全然ブラブラだったんで、ね、リミッター100-100だったのでもっとリミッター取っちゃった方が、ギリギリまで広げとかないとちょっと感度不足しちゃうかもしれないですね。ちょっと感度足りてないですね。リミッターが、それしますね。あとローテーションイコライザー、これちょっと入れてないので、少し癖がありますね。まあ、あと、それだけじゃなくて、全体の感度も不足してる感じですかね。まあ、今すぐできることですね。やっていきましょう。
ジャイロの動作核とかはちょっと実際につながないといけないので、まずですね、ジャイロセッティングでスタートでワイヤーです。実はですね、前回その設定で CYC レート、これ、フライト中に、ワイヤレスっていうのですね。CYC レートですね。これ100に変更してます。これ一応今、カット入れといて、アイドラップ。アイドラップ入れると240、ノーマル100からスタートですね。状態によって80とかですね、60とかにする場合ももちろんあります。これがオートローテーション、180度っていう設定にしてあります。で、まあ、ジャイロ感度とか、この辺はですね、詰めていかなくちゃいけないんですけど、とりあえず、まずジャイロ感度を上げるっていうことですね。エレベーター、ミルバン、ちょっと見ましょう。レスポンスの数値小さくしていってもいいと思いますね。まあ、この辺はですね、少し操縦、いろいろ、まあ、いろんな環境下でやって、まあ、一番は、その、まあ、ただ、何ていうかっていうとこは、まあ、下ろしてきて、作動がゼロになるところで、まあ、ちょっと反転しやすいので、こういったところですね。じゃあ色とりあえずぶつけちゃったので、
地区ですね、まあ、真ん中より少し上、今日風が少し風速2メーターぐらいはあるので、まあ、このぐらいでホバリングしている状況ですかね。これ以上強い場合は、もうサイスローでもモーター止まらないようにスロットルカーブ上げて、モーターカットスイッチ、これを使って、サイスロー、まあ、サイスローというスロースタートに入らないように調整しちゃいます。ただですね、一応アイドルアップテスト、こう離したところで、機体が跳ねてないので、まあいいと思います。プラスマイナス大丈夫、これでボディつけて飛ばせるかなという感じに仕上がってます。ここからですね、ボディをつけてやっていきたいと思います。足痛かったな。